はい、皆さん、本日はつばきちです。ということで、今回は清水エスパルス対徳島ヴォルティス戦を振り返りたいと思いまーす。なるべくね、ちょっと早く動画出したかったんで、もうね、終わってからすぐね、今撮ってるんですけど、まあ、前節エスパルスはね、山形 2-0 で負けた中でね、で、徳島はね、監督が解任というね、そういうちょっとね、苦しい状況の中での一戦となりました。はい、まず前半なんですけど、まあ、本当に、開始早々に点取れたのがでかかったですね。しかも、セットプレーで取れたっていうのも、なんかでかかった感じがしますね、本当に。結構徳島はセットプレーでやられることがね、過去の試合見てもね、多かったんでね、そのセットプレーをね、そこで取れたのはマジででかかったと思います。まあ何回かね、前半はちょっとピンチな場面もね、ありましたし、結構縦パス入れられてね、そう、ちょっとボックス内でね、危ないシーンもありましたけど、まあ権田選手中心に守りきれたのでね、まあ 1-0 で終えれたのはね、本当に良かったと思います。はい、で、まあ問題は後半なんですけど、ちょっと問題ですね、後半はマジで。ちょっと呆れます、マジで。なんかいろいろ言いたいことがありすぎてね、ちょっと何から話せばいいか分かんないんですけど、まあ、もう質が低すぎますね、本当に。言うて前半もまあ、開始早々得点できたことはね、素晴らしいんですけど、まあ、流れの中からの得点がなんかって感じですよね。なんかもう得点の雰囲気を感じなかったというか、もうスペースには走らないし、みんな足元でも気持ちよくなって、次動かない。意味ないんですよね。宮本選手ぐらいですよ、マジで。あのスペースをね、使ってたのは。そりゃ、まあ、得点には繋がんないですよね。足元で受けて、止まって受ける。誰もスペースに走らない。何の動きもない、本当に。裏への動きもないし。誰かがドリブルしてもみんな止まってるし。まあ、疲れも、もしも あるんだろうけどさ。ねえ。多少なりと疲れはあるんだろうけど、ちょっと。まあ、これはもう正直、勝てるとは思わなかったですね、普通に。後半ちょっとひどすぎですね。で、まあ、PK はあれ PK なんでね、完全に。あんな文句言っても、PK は PK なんで、まあ、普通に足かかってるし。もう、言い逃れできないんで。でまあ、あとは、まあ、ブラガ選手がね、結構疲れてたんで、ちょっと早めに交代した方がいいかなって思ってたんですけど、遅すぎますね、交代が。分かりきってたことなんですよね、あそこで。本当に。で、結局、その位置からやられてますし。まあ、ちょっと、今日の試合はちょっとやばいっすね。ちょっと次の試合が不安になるぐらいちょっとやばかったっすね。後半シュート打てました？打ってないよね、多分。まあ、ディフェンダーに当たったシュートぐらいですよね。まあなんか、本当に点取る気あるのってぐらいなんか消極的でしたね。サイドでボール持っても、まあクロス上げれるタイミングがあったんですよね。けど中の動きがマジでなさすぎるんですよ、本当に。止まってちゃ点取れないよって話なんですよ、中も。マジで。まあ、誰がとは言わないんですけど。あれじゃクロス上げれるタイミングでも上げれないって感じですよね。で、サイドでボール持ってクロス上げれるタイミングでも中の動きがないんで、結局下げる、で、まあ、バーンって蹴って取られるって。繰り返しですよね、もう。いや、ちょっと、やばいですね。まあ、徳島はもう、前半と打って変わって後半はね、うまく繋げてたっていうシーンもありましたけど。まあね、それでもちょっと修正が足りてないっていうかね、足りなすぎますね。ちょっと、まあ、負けててもおかしくなかったし、マジで。で、セットプレーの1点。あれだけだったんで。まあ、ちょっと、結構課題が浮き彫りになった感じがしますけど。まあ、これじゃあ、まあ、乾がいないと勝てないって言われても、まあ、文句は言えないですね、正直。ちょっと、いろいろ課題はありますけど、まあ、とにかく、まあ、足元で受ける選手が多いですね。宮本選手みたいな、あそこでスペースに走るっていう動きがなさすぎますね。ボール来なくても、あの動きで、ディフェンダーが釣られて、スペースが空くんですよ、他のね。その動きがないから、まあ、取られますよね。足元で受けて。で、間で受けても、出すとこなくて後ろ下げるし。裏への動きもないから、間で受けて、これチャンスってなっても、出すとこない。サイドに出す。で、終わり。なんですよ。まあ、中の動きはちょっと少なすぎましたね、今日の試合は。ちょっとここは課題が浮き彫りになった感じしますね。ちょっとね、なんとも言えない試合でしたね、非常に。
まあちょっと PK の1失点で抑えれたのがちょっとさ運良かったですね。マジで。まあ、次の試合ちょっと期待してます。はい。まあちょっとね、非常に、まあ、皆さんから見ても結構モヤモヤする試合だったとは思いますが、まあ、こういう試合もあるって思うしかないですね。まあ序盤なんでね、これから修正していってほしいです。まああと西原くんはね、非常に思い切りあるプレーでね、非常に今後に期待っていう感じでしたね。はい、以上です。唇のさ